らっしゃいませ、らっしゃいませ、うわただよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、サントリースピリッツより2021年2月16日に全国で発売した、ほろ酔いシュワビタサワー。350ml、本体価格141円。こちらをご紹介したいと思います。ほろ酔い。シュワビタサワーサントリーです。アルコール分 3% のリキュール。こちらお酒です。チューハイです。飲酒は20歳を過ぎてから。妊娠中や授乳期の飲酒は胎児乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります。カロリーは 100ml あたり54kcal、 炭水化物は 9.2g、 糖類が 8.85g となっております。ただビタミンとはビタミン C のことです。では開けていきたいと思います。ビタミン炭酸飲料の味わいをお楽しみいただけるシュワビタサワーを新発売し、同ブランドホロ酔いブランドのさらなるファン拡大を図ります。中味は思わずあの味だと心が躍るようなビタミン炭酸飲料の味わいです。ではいただきます。あの味だ。パッケージは背景色や中央のイラストで中味の特徴を表現しました。またフレーフレーの吹き出し、ガイドの文字や帯を印象的に配置し、ビタミン炭酸飲料を飲んだ時の爽快で弾む気持ちを表現しました。こちらアルコール分は 3% となっております。そしてこちらはお酒となっております。あのサントリーで売ってるビタミン系炭酸飲料、20歳過ぎてからではないと飲めません。未成年の飲酒はお断りです。あの味ですよ。アリに少しアルコール分を入れましたみたいな、そういう感じです。もうちょっと独特で飲みにくいのかなと思ったら、いやだいぶ飲みやすい。でもこれはお酒です。20歳の人じゃないと飲めませんからね。評価は4です。久しぶりですね、なんかお酒を紹介するのも。お酒の弱い人にとってはもう飲みやすいし、炭酸飲料付きの人が普段飲んでるんだけども、たまにアルコールを飲みたいなっていう時にね、飲み慣れた炭酸飲料のアルコール版っていう形で飲んでいただけたらなと思います。あの味だですよ、本当に。ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれればまた喜びます。では。